最近の若者は集団で大騒ぎをしている。先日渋谷で年越しの催し物の中で若者が集団で大暴れをして市民に迷惑をかけている。先日のハロウィンの大騒ぎ、今度の若者の中心な大騒ぎが連続して続いている。どうしてこんな若者ばかりが大騒ぎをするんだ。え？自分の言いたいことが相手に通じない、仕事がうまくいかない、いろんなコンプレックスが溜まってバーン爆発したのかもしれないが、ストレスをぶつける方法が違うんじゃないのか。もっとぶつける方法が他にもあるんじゃないのか。仕事に打ち込むとか、勉強、趣味、いろいろあるよな。その中で自分の生きがいというか、なぜ生かされているかということをよく考えながら、自分のこれから未来、将来を見据えてやるべきことは山ほどあると思うぜ。お前らはまだその山の入り口に立っただけだ。これから山を登らなきゃいけないのに何やってんだ今頃。よーく山の頂上、下山見てみろ。いかにバカなことをして時間を無駄にしているかというのがわかるはずだ。わからない奴は山降りろ。山降りてどっか歩いてろ。そういうことをできない連中が騒いでる。渋谷でそう、ハロウィンでもそう、これから起こるいろんなことに対してとにかく騒いで解決しよう、憂さを晴らしてしまおうと、騒いで騒いで終わらせてしまう。騒いだだけで終わるんだったらな、こんな世の中簡単だよ。年間な2万人も3万人も自殺する人が出るわけねえだろ。みんな悩んで悩んで死んでいってんだ。お前らも同じように後を追っかけてっていうことにならんように、俺はな、俺は言ってるんだ。俺の話がよくわからねえやつはもう脈がねえな。自分で努力して変えていこう、チェンジしていこう、そう思わない限りお前ら変われねえ。お前らの人生、これから先の終点、人生の終点はもう分かってるんだよ。変えるんだよ。自分で、自分の力で、ねじ曲げてでも変えて、自分のいい方向に持っていくんだよ。それができるのは、自分自身だし、お前らの力だよ。できるよ、やれば。頑張れよ。以上です。